胸肉の、塩麹漬けを作ります、材料は液体の塩麹、これ液体ですね。とても使いやすいです。液体の塩麹、それから鶏肉ですね。主役の鶏肉、鶏肉って安くない？あの胸肉ですね。安くないですか？これ 100g48円ですよ。すごい安くてヘルシーですよね。で、油がないしね、調理しやすいし。それから、ニンニクですね。もうちょっといっぱいあってもいいと思うけど、これだけしかなかったので、これだけです。それから、鷹の爪。あと、鷹の爪にプラスして、七味も使おうと思います。で、鶏肉なんですけど、鶏肉ほんと安い。胸肉安いですよね。100g43円ですよ。こうやって皮がついてるね。皮のところに油がついてるので、もう健康志向なので、こういう油は全部捨てちゃいます。で、できるだけね、油はね捨てます。できるだけ取ります。まあ油もね、若い人はいいかもしれないけど、まあ、僕はもう油嫌ですね。で、ちょっと薄めにスライスするような形で切ります。で、これを塩麹につけておくと、私はベーコンの代わりに使ったり、もちろんそのまま焼いて食べても美味しいですけど、こうちっちゃく刻んでね、ベーコンの代わりに使ったり、やっぱりちっちゃく刻んで、鶏ガラ調味料ってありますよね、化学調味料の。あれの代わりに私使ってますね。すごくいい出汁が出ます。どうしてこの胸肉が安いのかなって、本当、まあありがたい話なんですけど、大好きな胸肉が安いのでありがたいですね。で、これを、主に調味料として使うかな。小さく刻んでね。作り方はもう本当に簡単なんですね。これに、ニンニクをね、刻みます。まあ、ニンニクを刻んで、スパイスを入れて、漬け込むだけなんですけどね。超簡単。超簡単ですよね。で、まあ、できるだけちっちゃく切った方がいいと思うけど、まあ、手際が悪いので、うまく、パッパッと切れません。ごめんなさい。あ、飛んでっちゃった。でね、こんな感じで。まあ、ちっちゃい方がいいと思うんですけどね、よくいろんなところにニンニクの香りがついて。鶏肉とニンニクって本当に、まあ、なんでもそうかな。相性がいいなと思います、僕。こんな感じで。で、入れます。で、鷹の爪もたっぷり入れます。たっぷり。これなんか彩りになった鷹の爪っていいですよね。そういうのなんか香りもあるしね。で、七味もたっぷり入れます。そして、これがいい役目をしてくれる塩麹ですね。塩麹をまあ、まんべんなくかかるような感じで入れて、
混ぜます。美味しくなれ、美味しくなれ。そしたら、ビニールのね、袋に入れます。ガバッと入れちゃう。入れます。でね、このストロー、マジックストローで、これね、キューって空気をね、吸ってあげて、くるくるくる。で、蓋を閉めて、あとはね、これ冷蔵庫に保管すれば、出来上がりですね。たったこんだけです。これ冷蔵庫に保管して、まあ、使うときに、使う分だけ出して、食べると。いうことで、もうね、以前作ってるやつもあるんですけど、あ、これちょっと鷹の爪入ってないけど、ニンニクと塩麹で漬けた、鶏の胸肉ですね。こんな感じに、使ってるので、これを刻んで、いろいろね、スパゲッティの、ベーコンの代わりとかね、なんか、鶏ガラ調味料がいるときは、これを刻んで入れるとか、そしたらすごく美味しいです。もう、出汁が本当に美味しく出ます。鶏ガラ出汁が。鶏ガラじゃなくて、鶏肉出汁ですね。僕、鶏ガラ、まあ、ガラも美味しいんでしょうけど、使ったことがないですね、鶏ガラ調味料っていうのは。いつもこれです。はい、おすすめです。これね、さっきのパックがあったので、こんなパックにね、こんな感じで入れてね、で、2日ぐらい置くともう十分使いますけど、時々ひっくり返してしてね、時々ひっくり返して。で、まあ、少しずつ食べてると、だいたい食べ終わりますね。一週間ぐらい食べれるか、一週間ぐらいは十分持つと思いますので、塩は効いてるし、密封してるので、こんな感じで、1日か2日経ったらもう、いろいろ料理に使えます。